いい感じでしょ。長いのどうだった？長いのも合宿であれだったけど、ぼちぼち、うん、だん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 馴染んできた感じ。おお、いいね、クッシーめちゃくちゃいいじゃんこれね。え、はい、よくなる。おお、なんかちょっと、ああ、いいね、いいね。打ち出しの左目からそのままちょっとまっすぐっぽいのもあるし、はい、うまくいくとシューッとちょっと戻ってくる感じ、はい、で、そこの宮崎でやった時みたいにミスでこうやってシューンっていうのはだいぶ減ったね。でそのシューンよりも左にまっすぐのが多い感じね、はい、OK、で、そうすると狙いの幅がどん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 こう左に向きすぎなくなってくるからそこに。あ、そう、はい、うん、ね、これはちょっと、いや、いいよ、一番いいよ。ちょっとね、やっぱね、ここが少し手元の鍛えが気になったんだけど、本当手の位置が良くなった。ね、ああいうのね、たまにね、まだね。広くなったからちょっとあれなんだろうね、手元の位置が行きやすくなったね、こっちね。これ本当ゴルフ人生で一番いい動きしてる、うん、これはちょっとやってると多分どんどん動きがねまとまってくるはず、球が、はい、逆になんか引っ張っちゃうのがちょっと多い気がする。ドライバーが特にドライバーがね、うん、今まで右ミスが多かったけど、うん、左が出るから、うん、それをちょっとちゃんと磨いてこい。え、なんかもう鉛で変えちゃわないですよ、嫌だ。いや、鉛で変えちゃおうよ、もうなんかあれだよね。とりあえず現状は。あ？面白いね、これね。1グラムどこまでかあるか。鉛の魔術師って言うそしたら。言うて言ってもよくなったっす。あの、3。大きなこと言ってよ。同じ感じで、これでちょっとあのスライス回転がちょっと100ぐらい、100、150ぐらいだったら最高なんで。いいね、ちょっとハマったんじゃない。ちょっと来たね。ちょっといいんじゃない、はい、ねえ、1グラムの感じだね。今ので1だからバランスは変わってないはずだから、それでいいと思う。いいじゃん、グッド。もう引っ張んなかった、 OK、はい、ドライバーそれでちょっとやろう。はい、これはついに春が来たかな。いや、いい感じで春来たね、これ。はい、です、です、いつも。いや、まあ、あのこんなこと言うとちょっと重いかもしれないけど、なんだろうな、まあ、今まで見てきた中での一番の仕上がりかな、うん、この学生時代から全部ひっくるめて、今本当これが、なんだろう、こうクッシーの今の動きの中で最高のこうパフォーマンス出せられるような最高の今スイングかな、うん、まあ、これがだから、だからなんで出なかったとしても別になんかこうね、変な気持ちになってほしくはないんだけど、
まあ、自信持って行ってほしい、もう曲がるわけがねえんだ、もう狙ったとこしか行かねえんだと思って、あとはもう本当ターゲット集中して、もう集中力切れないようにしてやることだけを考えてれば、あの結果ついてくるんじゃないかなって思います。もう絶対もうこれ今は本当に最高の状態で、怪我しないこと、あと、うん、胃骨折です。まあかな。一番最初に仕上がった契約選手は今年ですよ、うん、恐ろしい。セーブ、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 恐ろしいで終わっちゃった。恐ろしいえー、皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。